けにはいかない。はあ、やっ、ここで決める。人界と和平結ぶはずだったのに、頭が、金色の娘、逃げろ、お前狙われてる。アレス様、私が暗黒神ベクタに狙われている？どういうことですか？どうしてアリス様が？確証はありませんが、暗黒神ベクタがこたび降臨した理由の一つが、光の巫女なるものを手中に収めることなのでは。そしてその存在がアリス殿のことだと？ご自覚はあるんですか？まさか、光の巫女という言葉自体初めて聞きました。先ほどのアリス様の剣技と神聖術は神々しいものがありました。おそらくは当て水量の類では。なるほど。つまりその光の巫女なるものに扮して戦場を駆け巡れば、戦力を引きつけ敵軍を一網打尽にすることも、そして隠れているあちらの総大将をあぶり出すことも可能ということですね。伝令、伝令、光の柱のもとにて光の巫女を確認。繰り返します。光の巫女を確認いたしました。凄まじい神聖術を放った金色の髪の乙女、人界の聖号騎士アリス神聖術30が自ら光の巫女だと宣言。現在追跡中です。アリス、ブロ、出るのか？ああ、私は正面から彼女を迎えよう。念のためお前は別ルートから近づけ。確実にものにする。全軍へ通達、移動準備せよ。これより光の巫女を捕らえるため進軍する。巫女以外は殺せ。邪魔する者は全て蹂躙せよ。さっきの光の柱、あれはアリスの神聖術か？キリト、かいつまんで事情は理解しました。とにかくアリス殿を確保しなければならないのですね。急ぎましょう。ああ、ベクタに狙われてるんだ。一刻も早くアリスの元へ行こう。行くぞ、みんな！
しなかったらどの道ここで死んでいたかもしれません。カイナンなら補給を諦めて逃げただろう。絶対生き残ったって。キリトさん、私のこと分かってますな。このこの、しかし今は全員で生き残りましょうね。補給路はここからがさらに難関だと聞いてます。しっかり準備をした方がいいですよ、キリトさん。キリトさん、行けますか。しっかり私を守ってくださいよ、キリトさん。もうすぐ戦場だな。音が近くなってる。和平できるでしょうか。なんだよ、えらく弱気だな。海難らしくない。私だって不安になりますよ。なんたって非戦闘員なんですよ。キリトさんたちと戦場に飛び込むってだけでも心臓バクバクですわ。でも誰かがやらなきゃいけない。私みたいな商人には向かない状況ですけど、でも皆さんがいるから頑張れる。頼りにしてますよ。さあみんな頑張っていきま。しょう。あ、ね。え？カイナ。キリトさん、私今
どうなってそんな、カイナンだの、カイナンだの、どこからか攻撃されてる。みんな、カイナンさんを守って。天命が、待って、今回復を。みんな、さあ、いいから、いいから、に、いや、た。そんな、カイナン！嘘、カイナン、カイナン！そこにいるやつ、出てきなさい。へえ、よく隠れてる場所が分かったな。それにしても、不穏分子かと思いきや、まさか。K.O.B. のアスナ、それに黒の剣士キリトかよ。こんなところで会えるとはな。一番どんくさそうなやつからやったんだが、先にお前らを狙えばよかったぜ。あなた誰？どうして私の名前を？それにキリト君も。ああそうだな、この格好じゃ分からなくても仕方ない。お前らと同じでよ、この世界のアカウント使って動いてるんだぜ。俺とアスナの素性を知ってる。しかも姿まで。ラース職員、機関学校関係者。いや、この戦い方は、この狂気にも似た殺意を俺は知っている。お前、いろいろ大事なもん殺してやんねえと思い出してくれねえ感じか。寂しいもんだ。じゃ、ここにいる女どもを殺すか。もしかして、いや、そんな、この状況でそんなのありか。敵側にあいつがいるというのか。 SAO で殺人ギルドとして恐れられていたあの集団。 It's showtime！ アフィ・コフィのリーダー、お前、ブーカ！ブラッキー、黒の剣士キリト、ご名答。会いたかったぜ、俺が唯一殺しきれなかった愛しの勇者さんよ。今日はなんて日だ。クリスマスとニューイヤーが同時に来たってくらいハッピーだな。あキリト、お前にとってもそうだろ。先行、お前もだ。俺たちはやるべきだ。出会ってしまったんならやるしかねえな。あ、そう思わねえか。何よってそりゃ殺し合いに決まってんだろ。来いよ、先行キリト。どうぞ、シーゼいける。いやー、逆転はいける。行くよ。
攻撃じゃねえな。そんなに血まみれになりてえのか。だったらそうしてやるよ。女ども、いい声で泣いてみせろ。ああ、リズさん。よそ見してる場合か。よくもリズさんを。かわいそうにな。後を追うってのはどうだ。なあ、なあ。みんな逃げて。ここは私が。キリト君、先に行って。ドロシーさんも。この男を食い止める役割なら召喚が。ドロシーさんには暗黒騎士団の人に誤解を解いてもらわないと。キリト君はアリスさんを守るの。それぞれ役割がある。行きなさい、キリト。ドロシー、早く。くそ、ドロシー、行くぞ。おいおい、待てよ。そんなのありか。キリト、決着をつけようぜ。なあ、なあ、
俺から逃げるんじゃねえ。カイナン殿が、みんなが、キリト。ドロシー、今考えるな。考えちゃダメだ。前へ、前へ進もう。見つけたぞ。滞在の子供を確保しろ。侮辱魔だ。生け捕りにして DIL 様に引き渡せ。しつこいな。まだ狙っているのか。ドロシー、振り切って逃げるぞ。シロ、追いついてくれたのか。よくぞ無事でした。他のみんなは後ろに見えませんが。いい、落ち着いて聞いて。最初にシリカが殺された。次にリズが、アスナが相打ちの形でプーを倒してくれたわ。そんな。その後リーファはなんとか立ち上がってくれて、私とあんたたちを追いかけたけど、こっちにも暗黒術師ギルドの追っ手が現れて、私リーファを守りきれなかった。シノンしか生き残らなかった。みんな死んでしまったのですか。そうよ。そんな、みんなしっかりして。いいから行くわよ。キリト、アスナに言われたことを忘れてないでしょ。アリスを助ける、ドロシーを戦場に届ける。わかってるよ。行こう。和平の使者様ですか。お待ちしていました。誰、何者なの。商工ギルドの者です。この補給路で後方支援を担当しています。海難は残念でしたね。見ていたのか。ええ、あの惨劇を見た後、先回りしてこちらの道で待たせていただきました。戦場への道をお探しなのでしょう。案内します。こちらですよ。さあ、さあ。本当にこの道なのか。ええ、こっちですよ。こっち、こっち、こっち。我々はここまでです。もうここまで来れば道は分かりますね。さあ行って、行って、行って、行って。もうすぐですよ。もうすぐです。なんか様子がおかしくない。戦場の殺意にやられて頭がおかしくなってしまったのでしょうか。こんなの相手にしてる暇ないわよ。一度逃げて迂回を。ベクタ様万歳。和平なんて無理だったんだ。最初からこうすればよかった。みんなどうせこの戦場で死ぬんだ。だったら殺す方に回る方がいい。
死ね死ね。くそ、どうしたって橋を渡るしかないぞ。キリト、分かってるわね。私たちが守るのはアンダーワールドそのものよ。シノ、走って。任せた、行くぞトロシー。シノ、前を走らせててよかったわ。正直もう天命がつきかけてるなんて言えなかったもの。あとは頑張りなさいよキリト。キリト、シノンが。後ろを見るなドロシードロシー、みんな死んでしまいました。ドロシー、小さい頃からいつもそう、みんなみんなどうして先に死んでしまうのですか。どうしていつも召喚は生き残ってしまうのですか。誰よりもこの世界に不要なのは召喚なのに、どうして召喚を真っ先に殺せばいいのに、この世界はそうしない。どうしてこんなに意地悪なんでしょうか。父さんも母さんもいないこの世界で、どうしてこんなにも苦しい思いをして生きていなくてはいけないのですか。キリト、召喚はもう、ドロシー、もうこんな世界で生きていたくない。認め合えた者たちも、また再会しようと約束した者たちも、ドロシー、アリス殿もユージオ殿もシャスター様、リピア様も、ドロシー、やめろ。みんなみんなもう死んでいるかも。やめろドロシー。ドロシー、進もう。キリト、きっと君を守る。生きていたくないだなんて君が言わなくなる未来を作ろう。きっと作るよドロシー。もう一歩も進めないなら俺が背負う。だからドロシー、お願いだ、ここで折れないでくれ。俺がいる、俺がいるよ。キリト、ごめんなさい。君だって怖いのに、悲しいのに、召喚は自分のことばかり。キリト、君の言う通りだ。行きましょうキリト。何があっても召喚は最後まで君の友達です。
もうすぐ最前線です。ああ、血生臭い匂いがしてきたな。我が死をどうするつもりだ、暗黒神ベクター。